続きまして発達障害児の行動をもっと理解する最先端の脳科学研究からに移りたいと思います子どもに優しい脳科学研究のチームを率いていらっしゃいます金沢大学子どもの心の発達研究センター菊池光先生よろししくお願いいたします、はいえーっと。本日このような機会与えていただきましてありがとうございます。 川沢大学の子どもの子心発達研究センター菊と申します、えー、我々は、えー、と脳の機能をこう見えるようにしていくことで、えー、人の,あのコミュニケーションのちょっと違う部分とかですね子どもからの,その発達の多様性というものをこう見えるようにして理解を深めていく。 そういいったことをを目標にしててるプロジェクトを進めておりますまず発達障害の現在の問題ですが先ほど神尾先生からお話がありましたようにやはり早期にその特徴を見抜いて適切な介入を行っていくということがとても大事なことであると考えております。 一番やはり良くないのはあのそのコミュニケーションの障害があるなしということじゃなくてそれにまつわるやはり不適応状態やそれによって起きてくる自己嫌悪からこう治りにくいうつ病になって私は成人を対象にした精神科医をずっとやってきておりましたので、えー、っとどちらかというと大人になった方をあの見させていただいております普段の仕事では。 やははり思うのはそうのそいったトラブル周囲とのうまくかみ合わないことで苦しむということそれがみんなわからない混乱したうちにそういったことが起きているということを早くなくすということがですね あのより良い社会につながっていくと考えております。あわよくば中には天才的な方がおいでますので、えー、天才の発掘ということも、あのー、中には起きてくるかと思うんですが主なものとしてはやはりこういった二次障害といわれるこう不適応状態を解除するということかと思います。そののためにににはは早期診診断断ととといいうことも大事になっっててくるかと思います診断は人の目によって 行われるべきなんですが、まあ、一つはあの補助診断としてあの脳画像、えー、客観的な指標でそれを少し見えるようにするということで周囲の理解もこう得られやすくなることもあるかと思いますしまあ,あの診断の補助に使えるということで我々はここの早期診断のための何かこういい機会はないかということを考えておりました。 さて子どもに使える機会は一体何なのということになるんですが我々普段病院では MRI や PET などを使いますえー、っと非常に素晴らしい機械ですまだ残念なことに大人の後半性発達障害自閉症スペクトラム障害に関してもこれで間違いのないというそういう方法はまだ存在はしていないですがまあ、非常にあの強力なたくさんの情報をもたらしてくれますがただ子どもには これは入ったことがある人はわかると思うんですが、狭くてうるさい中でずっとえっ、ー、と10、20分から30分じっとしてないといけない。これはなかなか難しいです。あとペット、これは大人では問題のないような2ミリシーベルトぐらいのですね被曝がこの子供にはやはり問題がありますので使えないということがあります。あの事情がない限りは使えないということになります。そこで我々が目をつけたのはノージュ系という機械になります。 脳地づけというのは脳の活動とはこれ電気的な活動ですので非常に弱い磁場を出すんですね地球の10億分の地球が出す磁場の10億分の1ぐらいの非常に弱い磁場を。 超伝導を使ったセンサーがこう、えー、っと感じ取ることができます。えっと簡単でですね、こういうご覧のようにヘルメットの中に頭をスーッと入れて、見たいビデオを見てるだけでこう自動的に計測できますので、簡単でストレスが少ない。非常にいい機械です。大人用にこれはずっとあったんですが。 えと2008年にようやく子ども向けの、えー、と幼児用、伝統型 MEG がシドニーの近くのマッコーリー大学というところに入りました。それから遅れることおよそ半年、ようやく我々、金沢大学の方にも、えー、アジア人向けにです、ね、やっぱり頭ちょっと形が違うので少しあたた頭の形を改良したものを、えー、導入しております。こういっった機械を使って実際に 健常なお子さんと後半自,自閉症スペクトラムのお子さんとのこう違いに関していろいろ我々、えー、調べてまいりました、えっと、いくつか報告がある中のこれは一つ、えー、つい最近出たものなんですが右と左の脳が少し、えー、健常なお子さんは左側にこうシフトするようにこう発達することが言語の成長に伴ってですね多いんですが後半性発達障害のお子さんの場合はこの左右差があんまりないということをこのグラフは示しています。 定型の人は左側で大きな脳の、これは声に人の声に対する脳の反応の大きさなんですが、左の方が大きいんですが、定自閉症スペクトラムの方は、その左右差がもう一つはっきりしないと、こういう形で、ですね、まあ、これにとどまらず、脳の、えー、ラテラリティこう左に寄っていく、そういう過程というのが実際にこうあまりあのはっきりしないというのが特徴であるということを、えー、我々見出してきました。えっと <coughs> さてえー、ただ、我々、最近少しこう研究をいろいろ進めててです、ね、健常な方とどういうところが違うんだというところばっかりにちょっと焦点を当ててやりすぎてきたんですが、えー、考え方が少し変わるようになってきました、えー。ここに出ているモントリオ大学の元の教授は、えー、2011年、ネイチャーにこうある提言をしているんですが、こういうことが我々にも非常にこう影響を及ぼしています。彼のの提言の中にある、えー、一部を読みますが 自閉症の人は10人に1人はしゃべれないし10人中9人は定職についていない5人に4人は大人になっても親の援助を受けているしそもそもこの世の中の仕組みっていうのは自閉症者の立場を想定して作られていないし彼らにとってこう生きていくことはとても苦しい状況いまだにそういう状況であるそして自閉症患者の90%程度の方は実は言語的な能力ということはあんまり えー、覗いて考えると実はほんそんなにも知性に問題がないんじゃないかというふうに考えるで彼らは、えー、モトロン先生たちは知性の障害というのはそもそも自閉症の中核的な症状ではないんだということを強く言ってますえ実際にここにつここってるのがモトロン先生でここにいる先生がドーソン博士ですけど高機能自閉症なんですが、まあ、非常にさあのー 能力があの学術的能力が高いので、えー、博士になって今一緒に研究されているようですさてどういうものが後半性発達障害の人そしたら、えー、よくできるのかっていうのがこれが例えばの例です皆さんこの四角のピースにどれが入るかっていうのはパッと分かりますかねこの中にある規則性があって答えが出てきますこれパッとわかる人いたらその経営があるのかもしれないですが あのこれねやっぱりちょっと時間かかるんです通常の人はですねところが後半性発達障害の人正答率は健常な人と変わらないですそんな時間ぐらいちゃんと時間かければみんな必ず正解できます大丈夫です。だけど 後半発達障害の人は答えるスピードががいいいととうことが分かっていますこれ答えは1なんです、まあ,あの、うん、と説明はちょっと面倒くさいのであれにしますけれどもあのこういうのはですね視覚性類推課題といって言葉を必要としないもので言葉がなくてもできる課題でしかも知識の蓄積が必要でないので、えー、流動性知識といって本来の生まれもっての知識を比較的強く反映しているというふうに言われています。まあ こういったテストだとそ、彼らは比較的いいんですね。 さて、我々はそうしたら子どもにおいてはどうなんだろうということを少し調べてみました、えー。定型の発達をしたお子さんと自閉症スペクトラムと診断されたお子さんでいろいろ調べてみました。ある課題が非常に苦手だということが分かりました。さっきのようなタスクはあの大丈夫なんで、これ2番目がさっきのタスクで大丈夫なんですがある課題が苦手です。苦手なのは言葉の連想ゲーム、なぞなぞです。 ここに来るのはなんだっていうようなのですねこの回答は皆さん分かると思うんですがこれは赤ちゃんですねこのような課題というのは提示された個々の言葉を正確に理解しているだけでは分からなくてですね概念的にこうつながっているもの規則性のないこう概念的な共通点を探さないといけないんですがこういう処理が 自閉症スペクトラムの方は少し苦手なようですこれに関してこう有名な日常生活が皆様よくご存知のものがあると思うんですが、まあ、例えば自閉症スペクトラム障害のうんと子供がですねお母さんから「お風呂のお湯見てきて」って言われた時にあのお風呂のお湯を観察して帰ってきちゃった。 でお母さんはこうお風呂の湯加減を見て調節してほしいという意味で言ったんですが子どもは文字通りお風呂を観察して帰ってくるわけですよねこれは発達障害の人から見るとごく自然な反応であってお風呂お湯見る。 これ一つ一つを正確に忠実に脳が理,理解しようとする方にずっと行ってしまってですねその背景にあるお湯加減を調整するっていうところになかなか到達できないっていうそういう認知様式が、まあ、もう小さい時からですねずっとすでにあの素質としてあるわけです。えっとまあ こういったものが小さい時からあるわけですがそれに対してこう視覚性類推移課題先ほど言ったようにこうあの言葉を使わないような類推移課題になると全然成績変わんないんですね。で逆にできるものがあります発達障害のお子さんの方が、まあ、ばらつきが大きくてあれなんですけどできる子からできない子まで幅が多いんですが。 びっくくりすするるぐらいよでできののはこの文字を読む能力ですねやはり昔から小さい時から辞書を読んでたもう文字を読む能力というのはこう中には非常に飛び抜けて優れているお子さんがおいてますこれは言葉といっても概念ではなくて特に日本語の言葉はそうなんですが記号と読みが一対一対応になってこう曖昧さが一つもない、えー、こういう言葉はこういう、えー、テストになると 自閉症スペクトラム式のものの理解の仕方ですね一個ずつ積み上げて理解するボトムアップ式の理解というんですが非常に優位に働いてくるわけです彼らの方が得意ですで我々はこういった、えー、彼らの得意な分野がですね 脳のどういうネットワークと関係があるのかということを先ほどの MEG 小児用の MEG を用いてネットワークを調べてみましたそうするとその結果自閉症スペクトラム障害児においてのみ特徴的なネットワークが浮かび上がっていきました文字を読む能力というのはこの星に対してこれ頭上から見た図になるんですが右の後方側頭部との機能的な結合が高いほど文字を読む能力が高いんだというような結果が出て 来、えー、ています、えっと、この結果から言えることはですねこの右後ろの、えー、ネットワークというのは自閉症スペクトラムの方に関してはかなり重要な役割文字を読むことに関してはですが。 役割を持っているということになりますで、そこからある程度文字を読む能力がもう予測できちゃうということになりますこれは何を意味しているかということですがまあ、彼らの機能がこのようにこう細かく分化していっているというふうに分かれた使い方をするといえばこれはある意味あの脳が進化しているんだというふうに言うこともできるかもしれないですが、えー、ただ逆にで,す、ね、できない子もいるわけですここが落ちていて字を読むことが全然できない子がいるということも無視できないですね これは、えー、この部位の、えー、機能が落ちたときに他の助けが代償的機能というんですがこう助けが得られないということを表しているのかもしれないです。さて、えー、ここまではですね発達もうあの最後の、えー、方になるんですが、えー、後半性発達障害自閉症スペクトラム障害です、ね、と健常なお子さんをこう分けて何かこう違いを見よう違いを見ようというような研究をよくあの紹介させていただいたんですが。 もうあのそういう境界線がない先ほど神尾先生の,の SRS でつけたように正常から患者さんまではどっかこか、えー、途切れるところがないわけですのでそもそも分けるということが恣意的になると考えてそういうことを一切分けずにですね、えー、健常なお子さんとあ、えー、患者さんを混ぜてですね脳の複雑なネットワーク構造をこう区別しないで調べて解析してみたものが、えー、見ました。 具体的にはですねちょっと難しいんですが主成分分析という統計手法を使いましたこの主成分分析という方法はたくさん複雑に絡み合った特徴ですねなるべくシンプルな指標にこうサイズダウンしてくれるものです、えー、例えば、えー、っと世界中のフルーツの味を大きく2つの指標にだけで表現するならばどんな指標がいいでしょうかっていう時にこういう解析の方法を使うとおそらく甘さと酸味 甘さ指指数数とと酸味指数という2つの軸をくれまますすそしてて、えー、最もシンプルなな答えになってきます、まあ、本当はフルーツといっても苦みがあったり渋みがあったりとかですねそのちょっと乱暴になっちゃうわけですけれどもでも例えばフルーツの味を最も決定づけるにはこの二つ2つといえばですね例えばレモンだったら甘さ指数がとても低いし酸味指数はとても高い。 バナナだったら甘さ指数はとても高いし酸味指数はとても低いというふうにこう表現しやすくなってくるわけです。で今回はですね幼児の脳の複雑な特徴をこういった手法を使って。 まあえー、ちょっと乱暴になるんですけどシンプルな2つの指標にまで落としてです、ね、2つの指標を仮に脳の特徴量1と特徴2と呼んで、縦軸と横軸の平面で表現しております。そして子どもたち一人一人がこの点になるわけですが、どこに位置しているのかを示した図です。青丸が定型発達時の位置するところで、この中央あたりに分布しておりますし、後半生自閉症スペクトラム障害のお子さんは、 えっと赤,い赤色の点で示しております、えっと。こうやって見るとお分かりのように赤い点というのは青い点よりもはるかにこう広く分布しているということが分かります。もちろん人の脳との、えー、いうのはフルーツのようにシンプルではないので我々もこの脳の特徴1とか2というのが実際にこう、えー、どういう何を意味しているのかというのは実はあの分かっておりません。統計的に あの脳の特徴から出されたものであって明確な説明がこうできないんですがまあこういった図から一つ言えることは自閉症スペクトラム障害というのは一方向のみに広がっているのではなくて定型発達よりも非常にこう多様性が高いんだということをえ一つ表すデータなのかと思います。 まあ、ふと考えてしまうんですけどアインシュタインとかレオナルド・ダ・ヴィンシュとかエジソンとかですね、まあ、あの学校にも行,けなかった行かなかった方が良かったかもしれないですが、まあ、いろんな変わった人たちが、えー、どこに一体いたんだろうなって見てみたかったなというふうに思います。 まあ人間がこう高い社会性をこう獲得した背景っていうのは一体そもそも何なんだろうかって、まあ、種の保存のために必要だったというふうに言われてます大体500万年前に人はこう森から大草原に活路を求めた時にサーベルタイガーみたいなですねライオンみたいなやつにこう。 のに食べられちゃう立場になっちゃうから、こう集団で力を合わせてやっつけないといけなかった。それでようやく我々こう400万年から500万年の時間を得てですね、もう外敵をほぼ遠ざけることに成功してですね、安全地帯とこう化した地球上をこう人類で溢れているわけです。ただこの人類は今どんな状態かというと、こう戦争を起こしたりとかですね、この国家の間でですね非常に こう社会が引き起こす悲劇の規模もどんどん大きくなっているように思いますこれはもう生物の1個体をこう子孫を残そうと思って頑張って力を誇示するレベルを逸脱しているように思いますまあ、極論を許していただけるんであれば人類とはもうちょっとこう社会性を変化させていかないといけないのかなという,ふうに、それが求められているのかなという,ふうな気がしてなりません で多様性っていうのは人類の進化や種の保存にとってとても重要な要素だのは皆さんもご存知だと思います。私たちのデータっていうのは自閉症スペクトラム障害が非常に多様であるということを支持しております。彼らの脳の特徴っていうのは定型の枠からこうはみ出すように分布していて多様でたまたま多様性っていう十字架をこう背負って生まれてきたために周囲に理解されずにこう苦労して生きているそういう方もたくさんおられるんじゃないのかなと思います。 多様性というのは我々主にとって大事なのにこれまた皮肉な話なんだなというふうに感じております さて、えー、とこのように、ですね我々金沢大学のちょっと最後だけ宣伝させていただきます小学館の新書で12月の3日にですね近くあの新書が出ます、私の研究の部分は3番目のところに出ています、神尾先生の研究も少し紹介させていただいております。で、えー、といろいろな、えー、遺伝子やあと治療に関しての、えー、んと内容を、えー、紹介しております。どううもごご清聴ありがとうございました <laughs> 先生どうもありがとうございましたあと3分ぐらい時間がありますのであの、菊池先生のご研究に関するご質問に、ご講義の中でも少し触れていただいていますが、あの追加してあのコメントいただけたらと思います MRI は子どもに対してなかなかこう研究が難しいので、我々は子どもに対してはニールスと MEG を使って、今日のような報告をさせていただいております。 えとですので、まあ、MRI に関しては今後、えーと、8歳以降ぐらいであれば、まだあの子どもにとってそれほど怖い検査ではないので、えー、研究が進めていけるかなというふうに考えております。あと、子どもが、えー、といろいろあの質問がたくさんあって、えーと、なかなか私が答えるのはあの難しいところも多いかなというふうに思うんですが。 えと知的障害のない自閉症児の就職と自立、小学校高学年でのいじめの対応、こういったこの3番目の質問あの、えー、そういった質問も寄せられております、これが我々もすごく感じているところでして、えー、っとやはり知的障害があると、えー、やはりあの支援学校あのに行くことができて、そこである程度こう守られていくことになると思うんですが。 あの知的障害のない方の場合で特にその何の,あの意識周りが全く意識を持ってない場合という時に落とし穴がたくさんあるのかなというふうに思っておりますので、えー、周りが、えーまあ、先ほどもありましたように診断をつけるではなくて連続線上にあるわけだけれどもその特徴を見抜いてあのそれを知っておくということ。 それが診断がつこうがつく前がそういった対応っていうのは全ての子どもにとってプラスになるのではないかなというふうに思っております。それでその、うん、と対応をして、 いろいろなあの例えば、えっと、早期療育についていろいろ皆さんもすごく気になっていると思います早期療育がどういう効果があるのか我々も小さい子どもでフォローアップの研究をさせていただいてますでいろんな療育を受けているお子さんが、えっと、1年後2年,2年後とた、えー、って我々のところにやってきてものすごく症状がこう軽減してもうほとんどないみたいに見えるお子さんもおいでるしちょっとあの頑張っても症状がちょっと逆に あのこれはやはり進んでいくお子さんもおいでるわけで何がいいのかわからないというのが今の現状だと思いますいろんな研究報告を見ておりましてもあのうと間違いがないという報告は今のところないですただ大事なのはやはり早期の介入をすることによってお子さんが悪い方向に進まない悪い方向っていうのはその周りの過度な期待をかけられたりとかですね 私は親の過度な期待をあの子供の親の呪いというふうに呼んでるんですが大人になった発達障害の方でよくずっと来てお話しされていくのはやっぱり親の期待に応えられてないということに対する不安、えー、自己嫌悪それを40歳ぐらいになられても皆さんやっぱりずっと言い続けられるんですね。そそうういいいった過度ななな期待はははしててけないわけけわででありますけれどもそうではなくて あのお子さんに、えー、過大な負担をかけないようにするためにで、過度な期待をしないようにするために、早くその素質を知って、そして社会性に関して、少しでもこう改善、あの症状が薄まるようなです、ね、あの取り組みを続けていく、非常に尊い活動であるというふうに考えておりま菊池先生、どうもありがとうございました。<laughs>